向き合うのは実はさっき向き合ってはいるからな。ここで中断されたけど、俺の試合はいつも満員になる。だがスタジアムのみんながこれほど熱狂しているのは初めてだ。みんなが3日前のヒロヒコの大活躍、無限ダイナを捉えガラル地方の未来を守ったことを知っているからな。伝説のポケモンザシアンとザマゼンタと共に戦った英雄、俺の無敗記録を伸ばすのにもってこいのチャレンジャーだぜ。ほう、無限ダイナもメンバーなのか。最高のチャレンジャーと最強のポケモンの組み合わせ、ワクワクさせるじゃないか。さあヒロヒコ、ガラル地方の歴史に残る、いやガラルの未来を変える極上の決勝戦にするぜ。チャンピオンタイムを楽しめ。無限ダイナ手持ちに入れてんのバレてんな。感じてんのかな、やっぱり。こっちはそっちの手持ち見れないんだけどな。ついに始まるぞ、ダンデ戦が。チャンピオンのダンデが勝負を仕掛けてきた。さてギルガルド、6対6のフルバトルですね。観客の盛り上がりえぐいな。いや、手を抜かず、もういきなり火炎ボールだ。素早さで負けてる？このエースバーンが？いや、マックスだ、これでいく。よっしゃ、一撃。そうだろう。こっちは何を打つ？オノノックス。入れ替えよう。オンバーンでいこう。オノノックスってあれドラゴンじゃなかったっけ？型破り。竜の波動でどうでしょう。うん、耐える。激凛。お互いドラゴン技。そうだ、こっちはタスキだ。これも読んでたよ。そうっす、タスキで持ち。さあ、そう、分かってる分かってる。タスキでね。もう一発竜の波動、これでいける。いやー、タスキ持たせといてよかったね。バリコール、氷だね。さてはならエースバーンでいこう。バリヤードの進化系か、バリコールって。遠慮なく火炎ボール、一撃でいったれよ。よし、行った。インテレオン、あれか、御三家か。あ、え、あの時の。私がヒバに選んで、ホップがあのサルノリ選んで、でダンデが選んだやつか。あの時のやつか。オーバードライブで行こう。あの時のメッソン、インテレオンまで進化してんのか。
素晴らしいトレーナーだな。レベル高いね。ゴーデン早い。一撃なんつー強さ。ラフレシアだ。じゃあ水に対抗できるのは草しかいない。花びらの舞だ。耐えてくれ。よし耐えた耐えた。これで一撃欲しいよ。よしオッケーナイス。ラフレシアここで使っとかないとリザードンとの対面で耐えらんないからな。ドラパルト、ドラパルトってなんだっけ。あドラゴンか。そのまま行こうか。これだね。そうだね、剣盾の600族だよね。火炎放射はつらいね。あ1残った。花びらの前しか打てないからね今。火炎放射ね。 OK。 さあ次どうするか。火炎放射持ちなら、いやフェアリーか。どっちがいい。じゃれつくと、なるほど、確実に当たる方でいくか。10万ボルト、よし耐える。これは耐える。よしよしよし。ラストか。次リザードン来るか。来たぞリザードン。そのまま行こう。いや無限ダイナ出すか。無限ダイナでダイマックスしようか。お互いダイマックス対決だこれは。ちっちゃいな。まだまだチャンピオンタイムは終わらない。終わらせない。ダイマックス、あダイマックスないんだ。ダイマックス砲、無限ダイナダイマックスしないんだ。まあいいでしょう。ダンデのダイマックスを見てやろうじゃないか。すごい。強そうだね。腹がもう真っ黄色になってるからね。耐えていく。ああなるほど砂嵐。はい、ダイマックス砲どんくらいいく。いくね。砂嵐はみんな食らう。これダイマックス砲もう一発撃つか。それで勝てるぞこれ。大ジェット、これ次第。ああ、くぅ、耐えらんなかった。急所か。無限ダイナ負けたわ。S 番で行くか。結局こいつだな。最初からこいつだったもんな。ダイマです。ダイバンは多分食らわねえと思うから
大ウォールにしようか。いやーもうほんとエース番ゲーでした。よし、これで相手のリザードンはダイマックスが切れるはず。はい、そういうこと。ここで大バーン、あえてもタイプ相性無視して大バーンでいく。やれるもんならやってみにしゃい。なん全部上がってんじゃん。耐えるねリザードン、さすが。いけると思ったけどいけなかったね。どっちにしろ同じ技をもう一回打って終わりだ。回復の薬、一番やっちゃいけないことをしたよ君は。こっちが調子こいてるところ、やばやばやば。回復の薬はダメよ。二度蹴り、よし外した。二度蹴り全然入んねえ、嘘だろ。そうなるとこっちだって考えがあるよ。塊を使うよ。よし一生やってろ。火炎ボールがまだ残ってんだこっちには。これは刺さるで、耐えてゆく。これで終わりだ。大文字出た。くっ、ダメだ。最後の最後に、いや無限ダイナー取っておこう。オーロンゲだ、オーロンゲで行こう。これで決めよう、ソウルクラッシュ。マジ大文字強すぎねえか。無限ダイナと HP4 のオンバーンしかいねえわ。なんだこの白熱したバトル、そんなつもりなかった。元気の塊使っといてよかった。ダイマックス砲、これ耐えてよ。よし耐えた。これで決まりだ。お疲れした。結構渋い戦いだった。泣いてるのかい、笑ってるのか。素晴らしい。チャンピオンタイムイズオーバー。最高の試合にありがとうだ。あ、お母さんとホップもいる。ひろひこくんおめでとう。無敵のチャンピオンを倒した君が新しいチャンピオンだ。君という素晴らしすぎるポケモントレーナーを心の底から称賛する。君が強くなった今、俺も未来のことを考えよう。
未来につながる今現在を俺たち大人もより良くする。さあ、ヒロヒコ、これからも自分自身とパートナーのポケモンを信じて突き進め、自分たちが望む明るい未来を作るために。マリーとビートも見に来てましたね。ガラルのみんな、今ここに新しい伝説が生まれた。ヒロヒコ、ダンデはもう今後委員長になってほしいな。すごい力を持つ者ならどんな未来でも描けるだろう。ヒロヒコが見せてくれる未来、みんなで楽しみにしようぜ。いやー、エンディングです。あー、いい試合でしたね。あれ、でもゲットしてないな。ちょっと右のストリンダー見たことねえな。タチフサグマとストリンダーとゴリランダーでバンド組めるんだね。これ知らないな。見た目が違うのがいるんだな。これハーフタイムショーかな。ゴリランダ同じ動きしてんな。なんか思い出のシーンとか流してくれねえのかな。ああ、終わった。いやー、いい試合、いいストーリーでしたね。まあ、ローズ委員長にはね、また、立ち直ってもらって。彼は経営者として優秀でしたからね。長いな。草、水、炎、事務戦の順かな、順番かな。次何だったっけ、炎の次。オニオンか、ゴーストかな。なんだっけこれ。チュリ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 チュチュチュ。長い長いな。皆さんエンディングをお楽しみください。プロデューサー、ジェネラルプロデューサー、エグゼクティブプロデューサー。おー、なんかいろんなマークがいっぱい出てきた。 Thank you everyone。
おお、ウールが。The end. はい、オープニング戻りましたね。いや、いいゲームでしたね。でもね、まだまだこれからですよ。お、ムービー。家に戻ってきた。いやー、最初以来だ。あ、誰か来た？あ、マグノリア博士。チャンピオンおめでとう。私からのお祝いですよ。マスターボール。あざす。わざわざお越しいただくなんて、ロヒコはそれだけのことをしてくれたのです。ダイマックスを引き起こす願い星は無限ダイナの一部。その無限ダイナが目覚めさせられ、ダイマックスのためのパワーが各地にみなぎりました。あのままではダイマックスしたポケモンたちが暴れ回り、ガラルが混乱したのをヒロヒコたちが救ってくれた。とはいえ、ダイマックスはすでにガラル地方の大事な文化。皆がダイマックスの力を正しく使うことを願います。それではね、ヒロヒコ、あなたのしたいことをなさい。ありがとうございます。マグノリア博士、ダイマックスの研究をなさっていただけに、院長のことを悩んでいるのね。そうだろうな。お前はずっとここで寝てるな。変わらず。もう完全自由？え、ザマゼンタどこでゲットできんの？ザマゼンタゲットできないの？そんなことないでしょ？あ、でも目的地がガラル地方のあちこちで自由に冒険しましょうになってる。どういうこと？ホップの家とか行ってみる？ああ、そうか、ダンでもチャンピオンじゃなくなったからね。そうか、俺チャンピオンになったんだな。ホップはどこにいんの？ホップ。ん？何これ？人影の入ったモンスターボールが置かれている。手紙読んだ。ヒロヒコ君、特別な人影を君に託す。また熱い戦い、熱い勝負をしようぜ。なんで？マジ？これ育てざるを得なくない？オンバーンかな。本当にこれ今どうなってんの？まどろみの森行ってみる？なんかありそうな気しない？この人科学の力おじさんだよね、確か。まどろみの森行ってみる？